廃棄の店三目です。欅の一枚板になります。結構ね、目積みがいい欅でね、赤みも張ってて出入りが少しあってね、木味がすごくねいいんですよね。年輪もね、すごい細かいですし、ここが大きくねちょっと割れが入ってて、でここはねパテ埋めをしてます。そしてね、耳のこちら側の耳がこのねくぼみがすごいいっぱい無数に、これは虫穴じゃなくてね、この木のシワのような感じなんですよね、皮のシワですかね。そしてあとはこのシミがねこう乗ってて、耳がねすごく、特徴的ですね。この欅の一枚板のサイズですね、長さが1950あります。そして、ここの一番端のこの部分がね一番この板で広いところですね、そこが460あります。そしてずっとねこうぐーっとこの狭くなって、一番狭いところがこの辺ですね、ここが一番こうくびれてる部分で、ここが290ですね。一気に狭くなりましたね。そしてだいたい真ん中のあたりが320、そして少しね、広くなって、まあ、大体この辺が350くらいになって、でだんだんまたこう末広がりみたいな感じになってね、で一番下の、この部分が430ですね。大体300から、そうですね、300、400の間ぐらいですかね、350とかそれぐらいの台面の平均値なのかなっていうところですね。そんなに広いね板ではないですね。そして厚みの方が41ミリになります。形自体がねこううねりがあってね、オブジェ的な感じですごくね面白い、板ですね。まあそしてこの辺の赤みと白田のこの辺のこうコントラストがね、またオイル塗った時にどういう風にね見えるのか、まあ、この辺の赤みのこの何ていうかシミの部分とかですね、あとはこの白田のこのね、すごいこちら側ですね、この辺がすごいことになってるんで、この辺のこうオイル塗った時の移りとかですね、その辺をぜひね見ていただきたいなと思います。はい、それではオイルの方ね塗っていきましょう。反対にしてね、まずは木裏を塗っていきましょう。木裏の方はねもう少し木表よりはねもう少し広いかなというところですね。さっきは一番狭い、まあこの真ん中のあたりが350くらいだったところがだいたい400くらい、そういうぐらいな、木裏の台面ですね。まあ木裏はいつもねうちの方あまりちゃんとは仕上げてないので、この辺なんかちょっとね手に絡んだりしますけど、まあ普通に使うには問題ないかなと思います。やっぱりまあ木表の部分とね木裏の部分とで、まずはね耳がついてる場合だと面側がこう見えるか見えないかっていうところでもねだいぶこう印象違うかなと思うので、この形自体はねこううねった形なんだけど面側がやっぱり見えないのでね、それがそのままちょっとこうシェイプがねそのままになってるので、木表とだいぶ雰囲気が違うかなと思いますね。いい感じの、ね、色が出てきましたね。木裏の方は、ね、以上になります。はい、そして反対にして、今度は木表の方を塗っていきましょう。結構ねこの欅樹齢が高くて緻密な木目でね、年輪がすごく緻密で、そういう木ってオイルをね塗った時は特にねその辺がこうグッとね出てくるので、やっぱりこう樹齢の高い木ってねすごくいいなと思う理由の一つですね。いいですね、いい感じの色が出てきましたね。
ちもね結構年輪がしっかり出てて、そして今ね塗るとさっきまでねここの縦割れしてた細かい割れのところ結構ね目立ってたと思うんだけど、塗った途端にそのこの割れてる部分がねだい�ぶこの辺ですよね、目立たなくなって、ね、そんな違和感はなくなったかなと思いますね。こちら側の耳はねこう要所要所にこうシミがねあるんですけど、その辺がまたこう雰囲気あってねいいのかなと思います。でもねこの耳が本当すごい表情ですね。これ一個一個がねくぼみなんですよね。入りしぼって言えばいいのかね、なんか本当そんな感じの、やっぱ塗るとねシミの部分がだいぶ黒い感じで出て、ね、なんとなくやっぱり小材の雰囲気がなんとなく出てきてね、このこちら側の耳が本当にこう強烈なね印象がね印象出てきて、すごくこれはこれですごくかっこいいですね。はい、すごいなんかもうやっぱり見ない耳の、ね、雰囲気かなと思いますね。はい、こんな感じになってますね。赤みが全体に張ってて、で赤みのこの中心のところがねこうシミにはなってるんですけど、それとまた両サイドの白田がすごくね白田狭くて、どうでしょうね、3センチ4センチくらいのね両側のラインが白田になってるんですけど、そこの部分からこの黒いシミが要所要所にねこう飛び飛びでシミが現れてるのでね、ちょっと模様のような感じでね、それがまた板をね形作ってるというかね、表情あるし色もねすごくいいし、どこを見ても本当にこう見入ってしまうようなね、そんな雰囲気の板かなと思います。欅の一枚板、オイル仕上げをしてみました。まあこれもカウンターサイズで、ちょっとしたカウンターとかカウンターテーブル、そんな感じでね、使っていただけるのかなと思いますね。機能的なところというよりはね、部屋の中を演出する一つのアイテムとしてね、使っていただけたらいいのかなと思います。欅の一枚板、オイル塗装してみました。雰囲気たっぷりのね一枚板が仕上がりました。ご視聴ありがとうございます。